い、てなわけでゴローンと、はい、こんにちは、とハッピーです。ご視聴ありがとうございます。てなわけでね、冒頭にちょっと映像さしたんですけど、今回はガシャポンのヤマト、そう、まあ、あのプライズとかね、ヤマトはちょいちょいやってるんですけど、ガシャポンの、はい、座らせたいリアル、座らせたいリアル、これどういうイントネーションだ、座らせたいリアル、それでいいのかな。そうでね、こちらのね、ヤマトなんですけど、まあヤマトが好きということで、でガチャ覗いたらね、次がこれだった、うん、だからこれ、ね、そのままね、回してきた感じなんですけども、見ていきましょうか。まあちょうどね、もう今あの原作もね、ワノ国編終わって、まあエッグヘッド編になってるんですけどね、熱いよね。うん、今までの伏線がいろいろ回収されてきて、こうなったのかああなったのかみたいな。そう、もうジャンプ本誌なんかも今ねかなり熱い展開になってて、めちゃくちゃ面白いです。てなわけでね、ちょっとヤマトを見ていきましょうか。そう、ワッピの実とかね、あとプライズとか、うん、ヤマトはあって、一番くじがね狙ってたけどダメだったんだよね。まあそんな中ちょっと出てきてくれたのが嬉しいっていうのと、まあ結局なんか麦わらの一味にヤマト乗るかなと思いきや、今現在は乗ってない。まあ、今後で仲間になってくれたらすげえ嬉しいんだけど、どうでしょうかね。あ、ちゃんと足組んでんだねこれ。うん、いやもうなんかいろいろこれね、あの壺に刺さるキャラだから、はい、おお、すげえ良きで、このね特徴的なしめ縄、光月おでん名乗ってるヤマト、よしで、結局なんだろうね、四皇の二人、ビッグマムとカイドウ、そのまま沈んでったけど、どうなるんだろうね。そのままもう退場なのかどうなのかわかんないけど、よし、完成。カイドウの息子ヤマト、ちょっと前景ぐるっと見ましょうか。はい、ヤマト、今ねぐるっと前景見たんですけども、いや出来いいわ。ガチャだけどね、1回800円、めっちゃ高いよねこれ。ダブリ覚悟でやる値段じゃないけどね、次が覗けたからこそのヤマト、うん、お迎えです。まあちょうどねこの衣装もう、このね途中から見える部分とか、ヤマト独特のキャラ、うん、あとはね金棒を持ってこそなんだけど、これは座ってる姿勢で、顔なんかもね結構だろうね、いい感じの表情。たまにねそのバンダイってす、なんだろう、こういう人型キャラってやたらね瞳外す時があるんだけど、こっちは大丈夫だね全然。いつだっけ、デジタルグレード DG とか、なんか本当プリントするっていうね仕様があったんですけど、あれなんか結構ずれてるのとかあって、マジかよっていうやつがあった中で、これは嬉しいね。うん、本当座るだけのヤマトなんだけど全然 OK。はい、そんな感じでね、まあ、簡単ではありますけど、今回の動画はヤマトでした。いやいいよ、もうワンピもねほんとすっげえ、最近のエッグヘッド編はね面白い。なんだろうね、ミステリー小説とか、なんかそういった要素があるのかな、犯人は誰だみたいな、うん、感じでね進んでて、結局ああこういうことねとかね、まあ、あとはその他の島の状況だったりとか、まあ、あんまちょっと詳しくはそうお話はできないけど、見てるとめちゃくちゃ面白いです。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあその他の動画に関してはね、まあ、下の概要欄、上のリンク、あとエンディング貼ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。そんなわけで以上、とハッピーでした。ご視聴ありがとうございました。ではまた。